まずはじめに当 NPO 法人広島ガンサポート理事長朝原利政よりご挨拶させていただきます皆様こんにちはよくおいでいただきました事務局から伺いますと今回申し込みいただいた方の平均年齢63歳だそうです 私、67歳ですので、平均年齢を上回ったものが、ちょっと最初、ご挨拶いたします。<coughs> えー、ちょっと最近、少しあの下火になりましたけど、ノロウイルスが広島県でも結構あの話題になりまして、なかなかこの、 ウイルスあるいは感染あの最近ですねこういう感染症というのは私たちの社会で結構あの薬剤耐性菌とかウイルスの突然変異とか起こしてまあいつも新しい薬が発見されるんですけどその度にその薬に強い その薬の攻撃から逃れた新しいウイルスや細菌ができてずっといたちごっこをしているような状況です私もあの40年以上臨床医として経験しましてどうもこのウイルスや細菌をですね完全に撲滅するのは難しいんじゃないかと思っていますつまり このウイルスも最近も私たちが人類が、まあ、人間が文化進化する前にもう地球にいたわけですのでどうもそういうウイルスや細菌と戦っても勝てないととなれば、まあ、この彼らとうまく、まあ、彼らと言っていいかどうか分かりませんけどうまく付き合っていくことが大事じゃないかというふうに思っています。ところで がんは今から1億5000万年前恐竜の化石にですねがんが発見されていますつまり1億5000万年前からがんがこの生物に発生していたわけですがんともうまく付き合っていくということが大事では あるかもしれません一方で学術研究の進歩は目覚ましく私たちの想像を超えて発展しています特に20世紀の後半から21世紀にかけて医学医療の進歩は目を見張るものがあります改めて そのの驚驚異的な進歩発展に驚くものです例えば、まあ、この今世紀になって 3D プリンターというです、ね、3次元印刷機みたいなのができ,できましてこれはあのデータを入れると立体的な、まあ、材料ももちろん入れるわけですが立体的な構造物ができ,できてくるわけです。3D プリンターというすごい機械ですけど。 でつい先だって今年になってから新聞の記事を見ますと人間の細胞を入れて培養するんですけどその 3D プリンターで血管を作ることに成功したと言って書いう新聞記事がありました報告。この血管を何に使うかと言いますと、まあ、心臓のバイパス手術とかあるいはあの透析患者さんの手の シャントという、まあ、バイパスですねこれもそういうことには使うことができると将来、まあ、今すぐ無事ですけど、まあ、そういう非常に医学の分野においても、まあ、3D プリンターを使った新しいあの組織器官臓器ができてくるわけですまあ何といってもあの医学の最近のえー まあ飛躍的な進歩といいますか発見といいますかイポックメイキングな発見は iPS 細胞の発見です京都大学の中山教授が iPS 細胞というそのどんな細胞にも分化できる未期細胞ですけどねそれを非常にあの遺伝子を比較的あの 結果からその簡便な方法なんですけど4つの遺伝子を組み込むことによって iPS 細胞を作ることに成功した非常にその学術的な成果が高くノーベル医学賞生理学賞を山中教授は受賞されましたこれはもうあの医学の最近の発見では最も高い評価の 仕事であっったといいううふうに思っていま,す、えー、また、まあ、がんの話に戻りますと先週,先週末に、えー、広島駅の北口に広島県と広島県医師会で高精度放射線治療センターというのが来年の秋に、あのーまあ、稼働を開始します。 これはあの放射線治療の非常に進んだ新しい機械を導入してがんの放射線治療を集約して行おうというものです。市内の県立広島病院市立広島病院広島赤十字病院そしてあの大学病院が一緒になってこの まあ全国でも初めてこういう複数の病院が協力して一つの治療施設を作って運営するということは画期的なことだと私も思っています、まあ、この県民公開講座先週の県民公開講座にも国内外の専門家に集まっていただいてこの放射線治療の進歩ここまでがんが治療できるようになった こういう疾患も対象になったという話をしていただいて大変、ま、多くの方に話を聞いていただきがんの放射線治療がかなりよく理解していただいたと聞いています、まあ、今ちょっと申し上げましたように医学医療を 学術研究の中でも医学医療はどん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 進歩していますのでそういう,う、まあ、実際を多くの方に知っていただいて、えーまあ、それを正しく理解しそしてあの自分たちの健康を守るために使っていっていただきたいと思うわけです、まあ、放射線治療というのは私が臨床になった頃は ほかに治療法がないからまあ放射線治療をしようかというふうな程度でしたけども今はまあ病気病態によっては最初からも放射線治療をしようというふうなこともいうふうになるほど放射線治療を進歩しています副作用も少なくて正常な細胞にあんまり影響を与えずにまあがん細胞だけを攻撃するというふうな まあ素晴らしいあの技術が発展しましてそういうことが可能になってきたわけです、まあ、がん診療においては診断学放射線の診断やペットも含めたですね放射線診断やあるいは今日あとお話しされます病理などで遺伝子の解析とか DNA 診断とかも含めてですねそういう診断学を言うに及ばず がんの病態解析がどんどん進んでいるわけです。例えば、がんにも未期、ね、細胞というあの種類の細胞が、がん細胞があって、普通の細胞は抗がん剤などで比較的こう殺しやすいものがあるんですけども、抗がん剤が進歩していますので。 あとで抗がん剤の進歩も話していただけると思うんですが、抗がん剤もすごく進歩していて、まあ、全部放射線治療や抗がん剤手術、治療も含めて、ですね年々、がん患者さんの治療成績は向上しています、年々向上しています、間違いありません、これは。まあ、その病態、診断学はさておき、がんがどういう体の中でどういう動きをするかという、まあ、解析も進んでいるわけです。 先ほど申し上げましたがん幹細胞あの木の幹の幹ですね幹細胞とも言うんですけど私は、まあ、肝臓専門なんで幹細胞よりと間違えるので幹細胞と呼んでいるわけですががんの幹細胞というのは実はあのそういう抗がん剤の攻撃から逃れやすくなっていて全部殺したと思っても非常に血液の流れの悪いところに残っている少しずつ残っているわけですね。 残っているとまた再発するわけですからこの幹細胞も叩かないといけないということが分かってきましてがんの治療にこの幹細胞までもこうターゲットにして治療しようという試みが今検討されています。同じような方方法ででは難ししいのでちょっとこうやりをを変えてミキ細胞をターゲットにした まあ抗がん化学療法あるいは放射線を使った治療とかですねそういうものも今後の検討していかなくてはいけないというふうに思いますまたあのがんを増殖させる物質まあたん質の一種ですけどファスというまあ物質がまあ先頃米国でまあ発見されましてでこれはあの このファスという物質は特異的にがんの細胞をどん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 増やしていくということで今このファスを抑えるような薬を研究中です。これを抑えるとこのそのファスという物質に効くような薬は正常細胞には障害を起こさないというふうなことが言われていまして副作用のないがん治療ということが 可能ににななるいいいかとううふうに思います、まあ、この研究者たちの、まあ、予測ではそう遠くない将来4年とか5年とかの以内にこの新しいがん治療方法が開発できるんではないかということを言ってました今ちょっと申し上げましたように、まあ、ほんのわずかあの紹介したわけですけど さまざまな形で私たちの生活の中で学術研究の進歩というのは応用されてきて医学医療の分野にも大きな成果を上げつつあるまた将来期待できるという状況にあります最初にあのウイルスや細菌と同じようにうまく付き合っていくことが必要ではないかとがんも言いましたけどまあそれも必要ではないかと思うんですが一方では まあそういう新しい学術研究の進歩というものがどこまでこのがんの治療に成果を上げるのかということも大変あの大きな期待がありますし夢を持っています。まあ、人間はう ま便利なさまざまなあの便利さを手に入れましたけど便利であるがゆえにまたあの失ったものもあると思うんですねしかし病気というのはこれもあの私たちがどんどん人間が進化する過程でいろんな病気ができたということが言われています例えばあのアスベストによる肺、はいはい、中皮腫がんですね まあ、ある特定な物質による膀胱がんとか肝炎ウイルスとかいろんな化学物質ウイルスは、まあ、肝炎ウイルスは別として化学物質肝がんを起こす化学物質もありますけどいろんな化学物質が私たちのアレルギーとかですねがんとかあるいは動脈硬化とかそういうあの病気も起こしていることも事実です、まあ、そういうものともバランスをとって私たちは、まあ、生きていく必要があると。 思っていますえ今日はあの先ほどちょっとご紹介申し上げました病理診断さまざ、あ、まな分子生物学の進歩を応用してがんの実像を話していただきます <laughs> また、えー、抗がん剤の進歩抗がん剤の治療の進歩というのは これもまあ非常にあの最近目覚ましく抗がん剤の進歩が見られます。このこともあのがんの治療成績を、まあ、飛躍的に向上させた大きなあの役目を果たしています。そして広島県が一つの,あの地域社会として取り組んでいるがん対策。 広島県はあの、井崎知事の下で、がん対策日本一を目指すというあの目標を掲げて、がん対策に取り組んでいますので、そのこともまあ十分理解をしていただいて、少しでもこういう病気であの苦しむ人が少なくなるようにあのしたいと思っています。そしててののの痛痛治療、まあ、以前と比べて今あの痛みの 治療というのはすごく進歩しまして私もあの臨床医をしていた頃ですね、まあ、あるがんの患者さんを外来で見ていたんですけどずっと痛みをコントロールすることによってもう通院で自宅でお亡くなりになった患者さんがおられました、まあまあ、残念ながら進行がんだったんですけど、まあ、そのようにあの麻薬とかそういう薬を使うことによってえー 痛みを完全にコントロールできるような状況にもなっていますので、まあ、こういうがん診療の最近の知見というものを皆さんに分かりやすくお話ししてきょうの公開、えー、講座、市民公開講座が有意義なものになりますよう心から記念しております。えー たくさんの方においでいただいて、あのお話を聞いていただくことを大変光栄に思っております。今日はどうか最後までよろしくお願いいたします。朝原理事長ありがとうございました。